サモエドはロシアのシベリアを原産地とする犬の品種の一つ。典型的なスピッツ系の体型をしており、シベリアンスピッツとも呼ばれる。サモエドはロシアネネツジ地管区を中心としたサモエード族が古くから共生してきた地見との見解が広く知られる。3000年以上にわたって飼育されてきた原始犬に近い犬種である。 中央シベリアのツンドラ地帯で暮らすサモエード族の下トナカイの番やカモシカ狩りソリビキなどに従事していた。人と共に屋内で眠ることもあり、暖房代わりとしても用いられていたという。20世紀初頭からイギリス人繁殖家による本格的な改良が始まった。純白に輝く紐と金星の取れた棒では人気を白紙。 当初は存在した黒やタンといった形状は古いにかけられ、ホワイト系が主流となった。日本において、戦後の混乱期から高度経済成長期にかけて、爆発的に流行した日本スピッツは、サモエドにジャーマンスピッツを荒廃して、小型化したものであるとする説がある。極寒下でソリの牽引、トナカイの警護などに徴用されてきたことからも、 わかるように、極寒に耐えるのに適した皮下脂肪と豊富な体毛を備えており、優れた体幹性と激しい作業に耐えうる強靭な体力、持久力を持つ。また、極地探検では、体格に比して素食である点が評価された。体高より体長がやや長い体型は、筋肉質で骨量に富んでいるが、大変コンパクトで、動きは機敏である。 体高は48から60センチメートル、体重は16から29キログラム。厚い紐は、よく立った上毛と柔らかく密接した、下毛げのダブルコートで、体幹性に優れており、毛色は、純白、白、ビスケット、クリームなどがある。適度の警戒心を有するが、狩猟本能はわずかで、決して攻撃的ではない。性格は、非常に社交的で、番犬には適さない。 一つの民族が過酷な生活環境の中で長期に渡って飼育し続けた結果、人との信頼関係が育まれ、知的で穏やかな性格が形成されたとされる。しっかりと立ち上がった、やや短い耳、適度な長さの鼻筋、微笑んでいるかのような黒目の顔立ちが魅力的で愛好家の間では、そのいつも笑っているような口元をサモエドスマイルと呼び、親しまれている。 ありがとうございます。